皆さんは何か趣味を持っていますか？ゲームやアニメ、アウトドアな趣味などそれぞれあると思います。今回は良い趣味と悪い趣味についてのスレを3本紹介します。このスレは2023年4月に建てられたものです。30超えた男がやってたらヤバい趣味一覧。カードゲーム。ゲームかっこ特に任天堂勢。撮り鉄。アニメ鑑賞。この辺はガチ。お前らもちろんやってないよな。仮面ライダー。確かにそういう戦隊ヒーローものはヤバいな。次は？普通にやるやろ。電車は？電車全般の方がええか。無職。別の意味でヤバいね。アンパンマンは？アニメに入ってる。音程は？は？ピタゴラスイッチ毎回録画してるんやが。仮面ライダーが一番キモい。音程について本気出して考えてみたら。ピラメキーの好き。ハッチポッチステーションは？幼児向けコンテンツはあかんわな。映画は？洋画とかなら普通定期。全部子供と楽しんでたらセーフ？まあギリ許される。音程ほどヤバい時間の浪費ないやろ。まあ撮り鉄はしないけどね。好きにさせたれよ。お前の人生に関わりある？30超えてアニメ見てるやつって弱者男性やし、テロするやん。イッチはなんでそんなに、なん？岸田さんが低能の木村にテロされて、かっこあれ？やばくね？ってなった。むしろあれ成功した方が日本のためになったと思ったが。ああ。洋画って一括りにして語るのかい。洋画の何を見るのが普通なのだよ。コマンドかもしれないし2000年宇宙の旅かもわからん。32歳既婚子持ち、カードゲームと任天堂のゲームとアニメ鑑賞してて、休みには子供と取り鉄してます。矢印この圧倒的勝ち組感。子持ちはええわ、問題は未婚弱者男性。逆に未婚弱者男性でも許される趣味ってなんや。登山とか。ええな。一致の思う、洋画って例えばどの映画なんや？どうせ Y が言った洋画を低能扱いするから言わない。そこを論破できない時点で浅いんやろな。低能相手に議論する気はない。IQ が50程度違うと話通じないっていうしな。あ、もちろん低いのはお前の方な。風俗あんな。低能趣味定期。喧嘩やめない。音声で煽るも追加で。まあ Y 含めてこんな時間に音声は年齢いくつでもまずいし何を言っても説得力ないけどな。掲示板なんてほとんど30未満しかやってないんじゃねか。それはないわ40やし。じじい出てけよ。60代のジェイミンとか普通にいると思うけどな。洋画といえばロボコップとエイリアン2とダイハードが硬いな。あとバック、ズ、ザ、チューチャーな。わかる IQ 低いやつがレスってすぐにわかるんだが Y だけなのか？なんでやろうな。他人の趣味にケチつける趣味はイッチのヤバい趣味には当てはまらんのか？ Y の趣味。小説読むかっこ基本純文学系。音楽聴くかっこジャズが多い。美術館行くかっこ月1くらい。古地図見ながら散歩する。楽器弾くかっこマンドリン。旅行行くかっこ全都道府県行った。絶叫すると平均的イキリおじさんみたいで嫌やな。ええ趣味してるやん、もちろんいい意味で。よかったわ、Y は2アウトで済んだわ。30超えた芸人とかいう存在が怖、働け。普通大学までだよね。マジックやってます。パワプロやってます。カメラ持ってます。UFO 見てます。フルコンボじゃんわい。スマブラ、とスプラは除外してあげてや。自分の子供としてるとかなら対象外やから。かっこ特に任天堂性矢印これにある？いい歳してカービー、矢印わかる。いい歳してシビアホイ矢印。手はかすなんやろ。かっこところで仕事は？平日昼間からこんなクソスレにこもってレスしてる奴らなんて全員ニートや。テレワークか社内ニートや。ちなわいは校舎。30超えたおっさん働け。ポケカかっこカードは集めてない。ゲームかっこ任天堂、プレステ、スチームモーラ。アニメ大好き。あかん。低オタにとってはなんか特別な意味があるんやない？一般人にはわからんが。というか趣味って文字にすると何でも気色悪く見えるよな。いくらでも文句つけられる。散歩矢印話がつまらなさそう。動物飼育矢印頭の中を花畑そう。バンド活動矢印ナルシストそう。みたいな。30歳以上は風俗以外は認められんよ。妻子持ちは 100% 風俗行ってるし、これがまともな大人の男の趣味や。マジックザラザリングは30超えてないとカード資産集まらないしヤバい趣味か？金持ちの象徴やろあれ。借金してまでやるとかならともかくいいじゃないかと思うがな。ちなわいは栄養おさぼりコンビニ注射マンや。すまん大学生だからお前ら30超えてまともに働けないカスよりよっぽど上なんだ。ごめんね。30超えそうで超えてはないけどスプラとたまにアニメ見てるニートだわごめんね。ワイはゲームちょっとやるけど実際ゲームは30超えると関心薄れてくよな。やるにしてもパワプロちょっとやるか昔のゲームのダウンロード版やリメイク出たらやるかやな。趣味パチンコの方がヤバそう。任天堂ゲーはむしろ30代だと自分の子供がやってて一緒に楽しんでるとかはあるやろ。子供がいる家庭は対象外や、あげ。で、イッチの趣味はなんなん？スイッチ持ってないけどゼルダやりたい。ワイこのままではスイッチを買ってしまう。30前後で昔の特撮にハマるわい、終わる。ウルトラマンセブンが面白いってまっちゃんが言ってたから見てみたら普通におもろかったわ。他のシリーズも見てみようもはならんかったけど。この時間にここにいる時点でも、ね。ええんやで。オンゲインって犯罪者いそうだよな。わいしょー、スイッチ欲しい時に転売かすに商品さらわれ購入できんかった。廃れた後だともう買う気を禁止。またソフト出てもなんかムカつく。温泉巡りや全国ドカ食い食べ歩きは？普通、ドリフト族やけど文句ある？トツモトスパ線含む温泉日帰り旅。まあワイは14歳、希望がありますよ。
少し前に新しくなったポケモンアニメで、あーだこーだ言ってるスレ見たけどドン引きしたわ。ガキ向けなんだからどうだっていいやろ。アニメ鑑賞はギリセーフ。アニメ批評になったらアウトやで。Y ちゃんは特撮と任天堂だけだからセーフ。なろうはやばい。おっさんになったら急に盆栽とかに目覚めるんやろな。三大おっさん趣味、日曜大工、そば打ち、家庭菜園、どの年齢でも運勢はまずいんよ。40代のおっさんと50代のおっさんと60代のおっさんではかなり違うやろ。まあ Y は最終的結構な年いってるのに若い子に鼻の下伸ばしてる方がやばいって思うけどな。美しすぎるカードゲームもあかんか。Y のパッパの趣味、ゴルフ、引き酒、ボランティア、おっさんすぎて草。ええやん、ゴルフやってみたいはカッコパターじゃない方な。カードゲームやばいってトランプもあかんのか。言うほど30超えてトランプやるタイミングあるか。そら家族やろ。家族サービスでやるのは対象外やで。Y の高尚な趣味、パブメドや一押しで論文など読む、任務動画作成、登山。言うて今は世代関係なくみんなスマホとにらめっこしてる時点でいい年してみたいなのは古い考えやと思うわ。30過ぎた一致がクソすれ立てて底辺にマウント取ってるのはまともなんだね。29はええんか。登山って運動代わりはともかく命かけて登り降りのみを目的にしてるのはカードゲーム。アニメ鑑賞ゲームよりヤバいというか狂気やと思うが。嫁とキャンプ、嫁とスノボ、嫁に隠れて熟女狩り。カードゲーム、矢印遊戯 OMD やってる。ゲームかっこ特に任天堂勢、矢印やってる。撮り鉄、矢印やってない。アニメ鑑賞、矢印やってる。ビエン。独身子同時やったら終わりやな。ギャンブルかっこ FX、競馬、競輪、パチンコ、風俗。嗜好品かっこタバコ矢印アホ、電子タバコ矢印知的症。タバコを吸うやつは知的症、しゃ。まあ日本の民主主義は上が急に民主主義やるでって始めた民主主義やからね。清き一票を投じたところで当落が変わるわけないのに政治豚ってアホよな。特撮とか鉄よりまして頭おかしい奴が多い。まさか今からこのスレ政治スレになるのか。が、自スレにするのはあかんな。なんでやゲームはええやろ。オンジェイ民の自己肯定感の低さは一体なんやろね。オンジェイは底辺、かっこ Y は違うがかな。マジレッスルとガチ底辺はここにはいないと思う。みんな、チーグー引き弱者男性を演じてるだけや。本物はみんな本家か剣網にいると思う。アニメ自体が悪いというか、作られるアニメと見られるアニメが幼稚なもんばっかなのが問題な気はする。内容が実写映画の名作と遜色ないなら言われることやない思うし、現実には精神ポルノみたいのが蔓延しとるからアニメ好む大人イコールヤバいの図式はあるやろな。まあアニメイコール子供向けイコール幼稚でもまあええか。やし？カードゲーム、矢印やってない。ゲームかっこ特に任天堂勢矢印やってない。撮り鉄、矢印やってない。アニメ鑑賞、矢印やってない。アニメ超絵描き、矢印やってる。アニメデオ、に矢印やってる。ポケカ転売。野球観戦。は？逆に何ならいいの？この中で出たのなら登山とかかな。あと、子供の付き合いでやるのは全然いいよ。Y は正直なんでもあり、差し出される筋合いはない。ゲームもするしアニメも見るわ。趣味か聞かれると微妙だけど。Y 全部やります。Y もアニメは見てるな。勝手に好きなもん楽しめ。ということで終了です。以上です。2本目は2019年3月に建てられたスレです。地方女性がドン引きする男の主義ランキングがこちらです。1位、6530票、アイドルオタク。2位、2170票、フィグ集め。3位、1668票、パチンコ。4位、588票、編み物。5位、501票、競馬。6位、475票、作詞。7位、392票、カード収集。8位、359票、アニメ鑑賞。9位、307票、刺繍。10位、125票、ケーキ作り。11位、117票、裁縫。11位、117票、ネットサーフィン。13位、111票、ゲーム。14位、95票、登山。15位、69票、引き酒。16位、58票、小説を書く。17位、52票、カフェ巡り。18位、42票、イラストを書く。ドン引きされたら何なのか。パチンコ高いのはなんでや。わからん。ケーキ作りとか女受け良さそうやけどな。編み物刺繍はやっとるやつ自体がレアやろ。なんか納得できんランキングやなこれ。なんせ夜の散歩部、許される。1位、職場で、フィグアニ偉そうにするかっこ携帯ゲームがでかい。懐かしい。継続、めめしい、意識高人。これ以外ならいいってことか。登山だけはガチで意味不明や。付き合わされるのが嫌なんちゃう。危険だからやろ。彼氏、いたら悲しいやん。カードゲームはセーフか？まあ聞くまでもないか。やってるからこそわかる。親族にすら拒否される。カード収集ってあるやろ。なくても TCG はキモいわ。Y 筋トレ民間機。ドルオタよりアニオタの方が10倍も女子受けいいんやね。ドル趣味共有できるま。子なら一緒に楽しめるぜ。以上です。3本目は2017年11月に建てられたスレです。女受けのいい趣味一覧がこれなんだがお前らはもちろんバッチリだよな。右上以外の趣味やってるやつ育ち悪そう。瞑想って、麻雀の受けはすこぶる悪いんだよな。ほんとだ麻雀受けがいい方にいるな。最近はボルダリングがええで、大抵1回は一緒に行ってくれる。おた趣味のある女が楽だぞ。
献血が趣味とか言ったら惹かれるわ。古着の良さがわかるマンさんなんて限られてるやろ。趣味はフルーツ狩りです。インテリア趣味は考えもつかなかったわ。ツイッターとかうぜやろ。ギター、やっとけある程度モテるやろ。ワイなかなかやないか。スポーツかっこ野球は受け悪いで。ワイのゼミとかスポーツ系やから女でも野球好き多いんやけど、バイト先とかだと全然やし、やっぱあんま良くないんかな。ルールも知らない子ばっかや。草野球やっとるんやが。絶対音楽鑑賞そんな受けよくねえわ。楽器観葉植物釣り瞑想古着が趣味のニートだけど、確かに女受けはいい。バイトって女受け悪い言うけど、そんなことないやんな。女から見ても絶対かっこいいもん。 SS、オフ社とか以外は受けいいと思うで。ワイ果樹園巡り民高見の見物。両方酒、ボランティアより高度だった。受けが悪い方はすごい納得できるのに、受けがいい方は理解不能なのがちらほら。これ絶対誰かの主観入っとるやろ。こんな図で主観じゃないなんてありえないやろ。ボランティアはもう少し右にして差し上げろ。写真はジャンルが広すぎてな。インスタ映えするようなのは受けるだろうけど、鉄道写真とかう、ちいかやろ。ワイも趣味、棒、釣りでもやろうかな。車趣味で受けがいいのは BMW とかアウディとかの欧州車に乗ってるやつで、国産車をカスタムして峠攻めてるオタクは受け悪いぞ。DTM、レコード集めはどうなんや。同人で金稼げるぐらいになると急に受け良くなる。要するに金や。アイドル追っかけても売れてるグループは惹かれないぞマジで。地下アイドルとかよくわかんないのはアウトやけどな。園芸やってみたいけど庭なんてないわ。室内でできるんか。家庭菜園みたいなのはドン引きされるやろ。園芸言うたら室内のもっとおしゃれなやつやろ。エアプランツとかなんとかいうやつみたいなの。園芸と言ったら庭いっぱいに花やら野菜やら植えて飾るというイメージやったわ。マジかよ。編み物始めるわ。以上です。皆さんはどんな趣味を持っていますか？